サシャ・レバンドフスキは、ドイツ・ドルトムント出身のサッカー指導者。レバンドフスキは、選手時代は、ドイツの VFR ・ゼルデや、TSC ・アイントラハト・ドルトムントなど、アマチュアクラブでプレー。自身も認める通り選手時代での特筆すべき、実績は、持っていない。引退後は、アンダー世代の育成指導を中心にキャリアをスタート、させると、 VFL ボーフムの U-19 を率いた2004年、2005年に2年連続で U-19 ドイツ選手権決勝リーグ進出を果たしたことで選手の育成能力に引い出ているとの評価を受けるようになる。ブンデスリーガ2012から2013シーズンでは、レバー空前においてサミヒーピアとの二等体制を実現させ、チームを UEFA ヨーロッパリーグ出場権が得られる5位に、 導いた。2013から2014シーズンは、ユースチームの指導者に復帰していたが、2014年4月5日、成績不振を理由に解任されたヒーピアの公認として、シーズン終了まで暫定的に務めることになった。2015から2016シーズンは、ドイツ2部の1、FC ウニオンベルリンの監督を務めていたが、 2016年3月に燃えつき症候群の診断により退任。6月、防風無の自宅のアパートで息のない状態で発見された。ありがとうございます。